精一杯君の力になるよ。旅の途中で仲間と出会い、共に成長していくロールプレイングと、育てた仲間を戦場で指揮して戦うシミュレーションバトルの要素を併せ持ったゲーム、それがファイアーエンブレムです。仲間にできるキャラクターは総勢30人以上、性格や出身、年齢も異なる個性豊かなキャラクターたちは、剣士や騎馬兵、重装歩兵に魔導士など兵士も様々。このたくさんの中から好みのキャラクターを選んで育てることができます。はじめはか弱かったキャラクターも、愛情を注いでじっくりと育てれば頼もしい存在に。仲間を育てカスタマイズして、あなたが指揮しやすいあなた好みの軍を作る、それがファイアーエンブレムの醍醐味です。戦場に着くとバトルが開始。まずは出撃する仲間を選択。動かしたい味方を選んで移動。相手を決めて武器を選んだらいざ攻撃。このように全ての味方が行動したら敵のターンに。自分のターンと敵のターンを繰り返しながら敵軍のリーダーを倒すなどの目標を達成すると勝利です。戦場で活躍する仲間たちの兵士は様々。移動範囲の広い騎馬兵、守備の固い重装歩兵、離れたところから狙える弓兵や魔導士、水の上も飛べるペガサスナイトなど、兵士によって得意な戦い方も異なります。好きなキャラクターを選んで出撃するのも良いですが、勝利のためには兵士のバランスを見ながら最適なチーム編成をすることが大切です。例えば重装歩兵は武器攻撃には強いが魔法には弱く、ペガサスナイトなどの飛行系は弓に弱い、斧は剣に弱く、槍は斧に弱いなど、兵種や武器の相性があるので移動先には注意が必要。裏を返せば敵の苦手を積極的についていくことが勝利への近道です。少し難しそうに聞こえますが、初めての方でも遊びやすい機能が盛りだくさん。敵の射程圏内に入ると線で教えてくれるので、次のターンで寄ってたかって攻撃されてしまうなんて状況も回避できます。他にも攻撃の前に戦闘後のお互いの予想ヒットポイントや攻撃の順番、最も効果的な武器を確認できるので結果を予測することができます。とはいえ、うっかり弓の射程に入ってやられてしまったなんてことも。負けるなんて。そんな時には時間を遡って行動をやり直すことができます。敵軍にはちょっと気の毒ですが、初心者には心強い機能です。バトルを重ね経験値がたまるとレベルアップ。経験値は敵を倒した時にたくさんもらえるので、味方でダメージを与えておき、育てたい仲間でとどめを刺すようにすると成長が早まります。毎度あり。他にも強い武器を持たせて攻撃力を上げたり、鍛錬の間で鍛えたり、
貴重なアイテムを使ったり、お気に入りの仲間を強くする方法は様々。ランダムで現れる遭遇戦はストーリーと関係なく何度でもバトルできるので、ここで徹底的にレベルを上げることも。そして仲間の成長に大きく影響するのが兵種の変更。各キャラクターの兵種はあらかじめ決まっていますが、アイテムを使うと別の兵種にクラスチェンジすることができます。兵種が変われば戦い方もガラリと変化。さらにレベルが10以上になると上級兵種にクラスチェンジできます。上級兵種になると様々な能力がアップ、強力な武器も扱えるように。しかも見た目もレベルアップ。キャラクターへの思い入れが一層深まります。お気に入りのキャラクターを好きな兵士につかせ、あなたの目指す戦い方に合わせて育成して、自分だけの最強の軍を編成してみてください。味方同士が隣で戦ったり回復してあげたりすると、仲間同士の絆がどんどん深まり、支援会話が見られるように。支援会話から垣間見える仲間たちの意外な一面。2人の絆が深まるほど、それぞれの思いや関係、隠された背景を深く知ることができるようになります。私もよ、お姉様。絆はバトルにも有利に働きます。戦闘中に絆の深まった相手が隣にいると、お互いの能力が上昇。共に戦うほどに、お互いにとってどんどん心強い存在になっていくのです。いかがでしたか？ファイアーエンブレムで大切なのは仲間を育て、仲間と共に戦うこと。少数のキャラクターに愛情を注ぐのか、全てのキャラクターにまんべんなく愛情を注ぐのか、どんな兵士につかせてどんな戦い方をするのか、全てはあなた次第です。ファイアーエンブレムで仲間を育てる楽しさを、仲間と共に勝利する喜びを体験してみてください。助太刀するわ。短期決戦しぶてえな。覚悟はいいですよね。